はい、時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは私 SIR のミキとアヤがお送りいたします。 FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。どんどん番組へご参加ください。皆様からのコメント、メッセージお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 エナジーチャージステーションでは洋楽をお届けしております。ぜひリスンラジオ、サイマルラジオで音楽とトークも一緒にお楽しみください。この番組は出会えてよかったと言われる製品作りと社会への幸せ還元を目指し躍進いたします。SIR 株式会社がお送りいたします。今日の1曲目です。マイケル・ジャクソンでロック・ウィズ・ユー、お聴きください。何に電話したらいいの？もうすぐ曲終わります。はい、改めまして皆さんこんにちは。 SIR のエナジーチャージステーションのお時間となっております。今日はですね、あやさんに来ていただいて、はい、こんにちは、よろしくお願いします。シスターズで、はい、お送りしようと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。本日は11月13日月曜日ということなんですけども、はい、11月13日、あやさん今日は何の日と思いますか？何の日でしょうね。よくわからないです。何の日ですか？今日はですね、まあ、漆の日とかいろいろあるんですけど。あ、そうなんだ、なんか、ね、漆面白いなと思ったのがですね、はい、いい膝の日っていうことでね、1113 いい膝の日っていうことで、なんとですね、ゼリア製薬が制定したという製薬会社がね、
はい、作ってしまったというね、はいはいはい、いい膝の日だそうですよ。膝痛わってますか皆さんね。あの SIR にも膝が痛いお客様が結構ねあのいらっしゃるんですけども、うんうん、なんかねあの膝に水が溜まりやすくってあのなんていうのかな治療をしたり、ね、あの通院してるっていうお客さんも結構多いですね。あの 水抜いてきたとかね。そう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 。でねやっぱりあのね、池原先生が、うん、あの 金の武道館で、まあ、あのいろいろね、怪我しないあの健康法とかいろいろねあの教えてる、まあ、池原先生という有名な先生がいらっしゃるんですけど、うんはい、その先生がね、まあ、うちによく遊びに来て言うことがですね、うんうん、あの膝に水が溜まるのは、うん、膝で何かしら炎症を起こしてるとそれを冷やすために水が溜まるので無意味に、ね、あの抜いちゃいけないよっていう話をね、うん、あの聞いた時にあなるほどだなと思ったんですよね。そうちゃんと、ね、正しい位置に戻すとか、うん、歩き方を変えるとかバランスを整えると自然に水をなくなるからって言いますね。そうなんです。だからねあの無理やり、うんまあ、注射器で、ね、抜くとかっていうのは、うん、抜いてもだからまた、ね、そう溜まるんですね、また溜まるからそうそうだから、うん、要は対処療法ですよね。ですね、うん、なので、まあ、根本から治療しなければ、うん、いくら対処してもまた同じような繰り返しっていうところでですね、うん、あの先生が言うにはあのバランスを整えるとにかくでやっぱりね足座ると足組んだりとか、うん、で歩くのもねやっぱりあの綺麗な歩き方じゃない、ね、私も僕含めてそうなんですけどやっぱりなんかねどっかな歪んでたりとかってするじゃないですか人間大体、うん、ほら膝が溜まってるっていうのをお年を召した方でね、うん、で歩き方がやっぱガニ股っぽくあの年寄り独特のなんか分かる、うん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 、分かる分かる分かる、はいはい、ちょっと大きくなったそうそうがひどくなった感じああいう方は大体膝に水が溜まってるっていうからね、うん、だからやっぱね見て変形してるって分かるそうでもやっぱバランスなんですよ ね、うんなのでねあの、まあ、池原先生 の、 あの、まあ金の武道館、うんうんうん、金曜あ火曜日と金曜日かなで7時半からやってるんですけどもあのです、ね、私の、まあ、知り合いであの脳出血で倒れて、うん半身不随になった方を、まあ、先生に紹介してねで先生は病院にわざわざ行って、うん、そこであの、まあ、なんていうの初めて会って、うんうん、そこから治療が始まるわけなんですけどもうあのもう目も失明するってお医者さんに言われてるし一生車椅子だって言われたしもうあの、ね、教職員をしてるんですけどその職にももう戻れない戻れないどころか、うんうん、あの身体障害者の申請をするのを考えなさいってそうそう言われたって、ね、もうすごいマイナスばっかり言われて、うんうん、もうすごい落ち込んでたんですけど池原先生紹介してなんとですね45日で職場復帰したっていうね、うん、本当私奇跡を見てきてるのでもうちょっと困ってる人がいたらね先生に紹介して見てもらったりしてるんですけど、うんあのびっくりするぐらいねやっぱり人の体ってあの歪みで取れるとこんなにまであの劇的に回復するのかなっていうのをね、うん、間違いない歪みとかもあるけどやっぱり、ね、あのそうそう考え方とかね、うん、あとねあのなんだろうマイナス的なことを言われてそれを頭に入れちゃうとでも、ねうんあのね、その通りになってきますね なってしまいますよねそうじゃないよって反発して考えてる人はやっぱりね、うん、あの違う結果がね何がやそう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 違う結果が出てくるんですけどねそうそうやっぱりねでもねお医者さんとか看護師さんに言われたことってストンってなんか中に入りませんかね、うん、日本人はねホワイトカラーに弱いって言われますからね、うん、なのでその辺はありますよねやっぱりねあの、うんなんていうんですかね、がんが見つかった時にも、うん、がん細胞ってね、皆さん持ってて毎日毎日ね、これを免疫があの死滅させるわけなんですけど、そう、あの体外排出するなり消滅させるなりをしているはずなんですよね、うん、だからやっぱり免疫力が落ちると、うん、このがん細胞が残って増殖してっていう形でね、どんどん広がっていくっていうこともあると思うんですけど、だからがんだからもう治らないとかね、うん、っていう、だから抗がん剤を打てば治るとかね、うん、そう言って、まあ、治療して亡くなっていった方も私何年も見てるんですけど、うんだから先生の言うことっていうよりも自分の体に今一度なんかねあのなんていうのかなあのいたわって休んで、うん、でやった方が、うん、まずはですよですぐね薬とか手術に頼るんじゃなくてやっぱ緊急要するときはそうではないんですけど、うん、やっぱりあの例えば食習慣が原因で、うん、あの病気になったり、ね、糖尿病とか高血圧なんかも生活習慣病って言われてるのでそういう生活習慣を見直すべきことが最初なのにすぐ薬とか、ね、手術とかに頼るじゃではなくてやっぱり自分の日頃の食事を見直したりとか、うん、考え方変えたりとかそういうのをするのがさ、ね、まず最初にやってほしいなと思うことがあるんですよね、うん、あのそうねあのうちのおばさんの場合はね、うん、おばの場合はね
あの年齢的にそろそろ高血圧になりやすいと。そうだから予防のために高血圧の薬を飲みましょうって言われて、もう 7年だもん。そうそう、7年飲んでるんですよ。あのね、あのでもいまだに高血圧ではないんですよ。ないんだよ、うん、そうそうそう。でも高血圧、周りが飲んでるからね、うん、もうそろそろね、そうそうそう、そういう年だから飲みましょうねって言われて、私ね別に、ね、高くないのよって、じゃあ飲まんけ、ね、そうそうそう、じゃあ飲まん方がいいよって言ったけどね。そう、そういう世界だから。そうじゃなくて、ね、そろそろなるんであれば食生活とか今言ったみたいにね、あのちょっと運動をするとかね、うんうん、体を動かすとか。ただね、でもね、うん、なってなかったんだからね、うちのおばの場合は。でも多いと思いますよ、うんうん、なのでね、今日あの、まあ、SIR で午前中来た70代の男性の、うん、まあ、愛用者さんなんですけども、うん、あの9月の、ね、28日にあの健康診断があって、その時 の, あの結果がね、結構ね あれこれ引っかかってたそうなんですよ、うん、で9月の同じくして翌日です、29日にあのシュガーケイソとの劇的な出会いがあって、それから飲み始めて、先月の10月の10 28日か同じぐらいにまた1ヶ月経って検査があったそうなんです。そしたらね、あのみんな正常に戻ってたので、これは本当に素晴らしいと思って、で一生懸命飲んでいらっしゃると。 あのでもね、薬は減らされなかったと、うんうんうん、その辺よね。だから その時になんでこの薬いらないんじゃないって多分ご自分でおっしゃればね、うんうん、使用にまたもらってきた。外されたはずなんだけど。そうそう。そしたらね、社長がね、うん、あの薬はあの長期はやっぱりね飲まない方がいいし、あのちょっとね、あのなんていうのかな、薬飲まない期間を置いて、変わらなければもうそのまま飲まないでもいいし、うん、まあ、薬は置いといて、うん、ちょっとね、あの飲まないでちょっと様子を見るのもありかなっていう話をしたらしくて、そしたらまあやってると、うん、この間からね、うん、でどんなですか、大丈夫ですって私に聞いたら、あ全然大丈夫やすさって、うんうん、だから飲まないでいいのをずっと飲んでたんじゃないのかなって思ったりする。7種類飲んでるそうなんですよ、うん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 、だから1回ね倒れた経験があるので、うん、まあ、うん、こんな種類が多いのかなとも思うんですけど、まあ本人もね、だからね、数値的なものっていうのはやっぱ病院に行って検査をしないと目に見えないものなんだけど、うんうんうん、日頃の自分 の, あの体の軽さとか眠りやすいとか、うん、起きた時にあのちゃんと疲れが取れてるとかって、そういう何かしらの感があ、体感があるんですよね。 あって数値も変わってる。そうそうそう、だからあのそこまでね、もうケイソ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 って、うんうん、ね、頑張って飲んでってやってるんだと思いますよ。そうですね、うん、もういろんな方にねおすすめしているし、うん、そうそうそう、なんかねすごい宣伝マンになってくれているんですけど、うん、あのありがたいことにそうやって体感がバーって出る方は皆さんあの営業部長になっていらっしゃるので水くすね、だから何も出ないそうそうそう、出ないのにね、もう一生懸命ね、うん、あのない方で素晴らしいなと、ね、自分の体験をお伝えして、うん、またねお客様を紹介してってね、そういう方がたくさんいらっしゃるんで ね、ありがたいですよね、はい、ありがたく思っております。なのでね、あの、まあ、僕ももっとね、だから今お薬なしでやってるでしょ、うん、で来月ね、で本当にまた数値が変わらない、もしくは下がっているとしたら、うんうん、僕はもうきっぱりね、もうお薬はね飲まないって宣言するよって言ってたんですよね、うんうん、なので、うん、あのまあ、薬も必要な時も必ずあると思うんですよね。だからまあ付き合い方ですよね、うん、ずっと飲むのか、そうそうそう、うん、そうじゃなくて、もう本当にもう困った時 に、うん、に飲用、ね、飲むのが本当は理想的ですよね。長期のやっぱりね、うん、服用っていうのはあまり良くない、ね、副作用っていうのが のありますからね、うん、っていう意味では、まあ、良かったんじゃないかなと。副作用なのか本作用なのか分からないような薬もね、たくさんありますからね、はい、うんうん、っていう形でね。で今あのお薬の飲み方っていうのでですね、あのコンビニにも売られていまして、見分かりますか、見えますかね、こういうふうな本が売ってます。でコンビニでね、これ500円ぐらいで買えるんですよね、うんうん、っていうので、まあ、この方もこの飲み続けると危険な薬とかっていうのが、そうそう、あるんですよね。あるってことなんですよね、そういう薬がね。あるんですよ、実際ね、うん、で、まあ、うちの、うん、まあ、エステサロンしてる時のお客様のお母様は薬の飲み間違いでね、飲み間違い、あれちょっとショッキングでしたね。ちょっとね、あの認知が入っていて、でお薬も飲んでいるんだけども、うん、あの朝の分飲んで昼の分も飲んだのかな、でそれでちょっと不具合を起こして亡くなったんですね。そしたらね、解剖するじゃないですか、結果薬の飲み違いっていうふうに言われたんだけども、うん、病院から何もないですよ、そういうなんか保証するとかなんとかっていうのはなくて、これだけ結果だけこうでしただけで終わったっていうね、うん、あの言ってましたから、
こんなことが本当に実際あるんですよとか、本当に私は薬は怖いなって思いますって娘さんが、ね、おっしゃってたんで、あってその時までそういう、まあ、お薬を飲んでた方なので、うん、私はなんかね、そういう副作用が、ね、やっぱり強い薬なんかもあるわけなので、ちゃんと、ね、理解して飲まないといけないなって、ただ出されたからはいはいって飲むんじゃなくて、ちゃんと、ね、理解して飲まないといけないなと思いました。で、子供がいたら余計ですよね、間違ってね、そう飲ませたりとかっていうの、ね、ありますのでね、ということで、はい、ね、そろそろまた曲いってみようと思います。はい、ザ・ポリスで見つめていたい。すごい、これライブバージョン、ライブバージョン、あ、本当だね。ベグちゃん、あれ鳥だ、あ、鳥じゃない、かぶり物なの、かぶり物なの、こっちから見たら肌がこうやって鳥なのか、耳になってる、耳なのね。ホットフラッシュが来たんだけど、出たでもなくなったら見晴らしよくなったんだな、日に日に変わってた、ツイキャスが来てますね、なんて読むんだろう、何て書いてある、何て書いてある、何て書いてある、ムラクマさん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 の感じ難しいですね、沖縄の方ではないんですかね、ブラックボサって、ね、ミュージーンですよね、埼玉、埼玉、ありがとうございます、ま、なんか風流な名前ですね、
そうなんですか、ね、だから、ね、なんか難しいんだよね。アニメですか、アニメ勉強になりますね、そうやって考えるとね。そろそろ曲が SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております、はい、さてさて、あのメッセージが、ね、届いておりますが、メッセージでコメントが届いておりますので、ね、はい、紹介していきますね、村久保氏アットマーククソ棒ですが何 か, かさんからいただいております。はい、こっそりで、ね、あの村久保さんってあの名字ですかってお聞きしたらですね、あのアニメの名前からだということで、字がね結構難しいですよね。そうそう、うんうん、何て読むのかなって言ったらあの教えていただきました、ね、早速ねお答えいただきまして、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、埼玉からのコメントということで、うん、はい、ありがとうございます。埼玉ね今日天気どうでしょうか。沖縄はですねちょっと曇ってますね、うん、ちょっと曇って、ね、でも全国的に多分今日はね、あ、天気悪いのかな、うん、天気悪いような感じでしたね、うんうん、ね、涼しくなりましたねだいぶね、うんうん、私いつも12月まで半袖着てるんですけど、そうそうそう、ね、私たちねだいたいあの半袖半袖着てる、今日はねちょっとあのジャケット着てますけども、はい、埼玉は晴れですかねって、 あ、晴れなんですね、はい、はい、埼玉にもねうちのねシュガーケイソの、うん、販売店があるんですよ。あ、そうでした、はい、そこでもねすごくあの、うん、美容室とかね、うん、ネイルサロンかで扱ってるんですけども、すごくねあのリピート率高いってね好評でございます。埼玉はねアンジュさんっていう美容室の方で扱っていただいてます。よろしくお願いいたします。はい、でですね今日、あ、今日じゃないね、昨日、うんうん、あのお客様から電話がありまして、はい、で昨日お休みね日曜日でお休みだったんですけども、あの前にケイソを飲んでいたお客様がね、うん、まあガンでねあのケイソ飲んですごく体調良くなっていたんですけども、うんうん、でしばらくこの方 見えなかったんですね、うんうん、なのでまあ元気かなしばらくというか結構ですよ、もうあの半年以上は絶対見えてないです、ね、去年の産業祭りで結構多めに購入をされてから見えてなかったので、うん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 、元気かなとかと思ったんですけどね、あの昨日電話がお友達から電話がありまして、うん、すごく、ね、体調崩して、うん、あの熱高熱を何日かあの続いてるので、ケイソ飲んでないのって言ったら飲んでないずっと切らしてたっていうことで、あの私が買って持っていくのであの、うん、売ってもらえませんかって急な、ね、電話をいただきまして、うん、あのはい、対応したんですね、うん、そしたらですね今日朝あの LINE が入ってきているんですよ、うん、でなんとケイソを飲んでもらったら1時間で熱が下がったとびっくりのラインが来ていました、うん、命あの命、ね、大切にしてほしいですということでね、真面目にケイソ飲むはず、みきちゃんありがとうございますって、うん、ね、来たんですけども、で、ね、1年前にすっごい体調良くなったって言われた時にずっと続けていればねしばらくね、うん、なんだろう、うん、やっぱりあのって思いますけどね、うん、やめてしまう、やめてしまうって、うん、だからね要はね あのあれですよ、うん、ご飯とか、まあ、お菓子とか、まあ、そういうのを食べてる、うん、以上は飲み続けないといけないんじゃないかなって思います、うんうん、そういうだからもうそういうのを避けて通れる人だったらいいんですよ、そういうね、うん、添加物とかそういうのを避けて通れる食事ができるならいいんですけども、はいはいはい、そうじゃないじゃないですか私たちって、なので食べてもちゃんとデトックスする体作りをしていった方が、うん、あのいいんじゃないかなっていうので、まあ、提案している、うん、まあ、シュガーケイソなんですよね、うん、なので体調が良かったでしばらく体調が良かったからもうそのままでいいやっていう感じでね、うん、そう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 、でもやっぱりその方はがんっていう病気を、まあ、持ってるわけですよね、なので、まあ、人一倍やっぱり、ね、が気にはしてたんだと思うんですけど、まあ、その辺もねちょっとやっぱり良くなると、うん、油断してしまったのかなっていうのがね、うん、でもね無事にねあの熱を下が熱がねあの熱冷ましで下がるのはあれなんで下げるのはあれなんです、自然にねやっぱり熱が下がっていくのが本当はねいいですのでね、熱もでもねあの高熱がパッて発した時にすぐ薬か何かで下げるのは良くないんですよね、うん、そう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 、結局あの高熱が出ることによって中の細菌とか、うんうん、そういうあの戦って抗って熱が出るわけですから、うん、そうよね、うん、あのでは言いますよね、下げちゃいけないって、ね、そう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 言いますけど、うん、あのただ ね、これがね 4,5 日も続くとねちょっとね脳にね、うん、なんか体力消耗してしまうし、うんうん、っていうね懸念がある
ので皆さんねやっぱり子供なんか特にねすぐね8度過ぎたらすぐ熱さましいとかね、うん、そうそう子供の場合はねでやりますけども、昔はねあの布団かぶって寝とけみたいな、ね、そうあの昼酒そうそう昼酒飲まされて卵酒とかね昼酒とか飲まされて、うん、でもねあれ本当にくるくる布団毛布でくるくる巻きついた、うん、本当に翌日治ってましたからね汗かいて汗かいて、うんうん、っていう感じなのでね、うん、あの本当はねまあそういうもので治せればいいんですけどまあ病院に行くからお薬が出て、うんうん、で8度過ぎたら飲ましてっていう感じで、ね、高齢のおじいさんで、うん末期がんで、うん、もうあの嫁数日もないと行くばくもないとって言われてた方がインフルエンザにかかったらしいですね、うんうんうん、でそうするともう高齢だしそういうあの末期がん の,、ね、あの嫁宣告も受けてるしっていうことで家族はみんなあのもうお葬式の準備をしてらしたらしいんですよ、うんうんはい、そしたらだからあの何の投薬もしてないし、うん、戻したからね。そう、いやいや、もうあのガンだし、ガンだしね。お家でそのままあの、うん、ゆっくり寝てたらしいんですよ。うん、そしたらあのインフルエンザが治った時にガンも消えてたと。40度以上で死んでたって、ね、そう。何歳も言われてますもんね。っていうお話もなんかね以前に聞きましたけどね。うん、素晴らしいですよね。ねえ。うん、でおじい元気だってか、お前なんか何してるの？葬式の準備みたいなね。それで3年ほど生きたらしいですよその後、うんね、畑仕事とかで、ねうん、畑再開してるって、ねうん、言ってましたもんね、うん、はいはいはいでそういう話もあるからですね、うんうん、ぜひ ね、うん、熱は、まあ、むやみに下げないことですよね、うん、しばらく様子見ながらすぐにあの、ね、熱冷まして飲むじゃなくて、うんうん、様子を見ながらっていうのも、うんうん、もしかしたら、ね、あの他の病気を治すための熱だったりするのでね、うん、ねあのそうですよねっていうのもありですね、うん、って思いますが、はいはいね、うん、はい、ですね、今日ねあのごめんなさいね、うん、話変わりました。なんかコメントがまた、あはいはい、熱とともにがんもさよなら、本当ね、それ理想的ですよね、ね、何の治療もしないで熱でね、うん、やっつけられるというのはそのね、うん、いうことですよね。でということでですね、また後半にね続いてまたお話ししていきたいと思います。一旦 CM です。はい。私が暑いです。ホットフラッシュってやつで。